2007年の読売ジャイアンツでは2007年の読売ジャイアンツにおける動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは2回目の原、辰則監督体制の2年目のシーズンである。前年、球団史上初の2年連続 B クラスに終わったが、このシーズンは序盤からチーム状態が好調で、4月から6月までそれぞれ貯金5ずつ重ねて、6月終了時点で、 貯金15、2位と4.0ゲーム差の首位に立った。しかし、7月に入ると当時が打ち込まれる場面が多くなり、日本ハムから遺跡の小笠原道博、安倍晋之助が一時的に調子を落として、得点力が低下した時期と重なったため、7月を大きく負け越し、後半戦以降は中日、阪神との三つどもへの戦いとなった。 終盤まで三つどもえが続いたが、阪神は9月19日からの8連敗が響き、優勝争いから脱落。巨人が9月の中日との直接対決に4勝2敗と、勝ち越して、最終的に、セリーグ優勝を果たした。しかしクライマックスシリーズの第2ステージで中日に3、連敗し、また中日の強力なリリーフ陣に打線が封じられ、5年ぶりに、 日本シリーズに出場することができなかった。投手陣は、エースの上原浩二が抑えに回すなど大幅な戦力入れ替えを行い、チーム防御率3.58で、リーグ2位。打撃陣は5番6番を打つことの多かった、高橋義信が一番へ回り、小笠原、安倍などの活躍もあり、最下位ヤクルトに52本差をつける191、本類だと、リーグ1位を記録した。 本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。入団対談本節では、本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団、ありがとうございます。